おはようございます。坂本さん、お元気でしょうか。今日はですね、佐世保の方からお邪魔いたします。高速艇に乗ってですね、上五島の方まで行きますんでですね、前回はこういうカレンダーをいただきましたけどね、今日はこのお話とは少し違いますけど、ぜひお話を聞かせてください。それではまた。